じぞ、じじじゅ。こんにちは、もみです。いつもありがとうございます。今日は骨盤底筋のトレーニングをやっていきたいと思います。はい、シュッシュッシュは。シュッシュは、あの、シュワシュワ。初めてのタンタン。はい。ありがとうございます。今日はたった一つのポーズをご紹介しています。何回も出てきているマラアサナというポーズです。このポーズが骨盤底筋のトレーニングに大変有効なんです。今日は皆様にそれをマスターしていただきたいと思っています。そもそも骨盤底筋というのはですね、骨盤の底に、まあ、名前の通りですね、ついているハンモック状のインナーマッスルです。主な働きに排泄器官をコントロールしているというものがあります。加齢や運動不足、女性であれば妊娠や出産を通して衰えてしまいがちって言われています。でそれ私は意識的に皆様に鍛えていただきたいと思っています。鍛えることで尿漏れの予防や緩和だけではなくて、むくみや冷えの解消、さらにはスタイルアップにまでつながります。ぜひ一緒に楽しみながらやってみてください。それでは始めていきましょう。あっという間に待っちゃいますよ。シュシュシュワシュシュワ。それでは始めていきます。まずは足の裏をマットに置いてお尻を持ち上げ、両足は腰幅以上、肩幅程度にお膝が開くように思い切って開いてください。恥ずかしがらなくて大丈夫です。膝とつま先は外側です。で今かかとが上がっている方、もう少し広く開いてあげるか、お尻の下にブランケットやクッションを置いて安定するようにしてみてください。両手胸の前で合掌にして、肘で太ももを外に押し広げていきます。この時に膝は内側、押し合いっこするイメージでやってみましょう。ちょっと練習しますね。一度背中を緩めてお休みさせて、吸って背筋を伸ばした時に肘でグッと押して太もも内側です。そう、緊張と弛緩を意識的に作って鍛えます。そう、で緩めていきます。吸って引き上げる感覚と押す、押し込む、押し込む、内ももも結構きついはずです。そう、緩めていきます。もう一回練習。ぎゅーっと上上上、はい。それでは3回一緒に呼吸とともに行います。いきますね。吸って上に引き上げる筒を、肘は外、膝は内側、緊張状態をしっかり意識的に作って、緩めた時に背中丸くていいですね。背中丸くていいですから、吸う息で背筋を伸ばした時にクッと押して、そうそう、上に引き上げる質もグッと、さあ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 、上に上に、今緊張してますよ。で緩めてあげる、そうそう、上手にできてますよ。あと2回いきましょう。吸って引き上げて、膝外側、押し合いっこ、ぎゅ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 、はい。で呼吸はしましょうね。吸って引き上げます。どうしてもね、頑張ると呼吸忘れちゃったりするので、呼吸は止まらないように、私と逆でも大丈夫です、呼吸、はい、頑張った。じゃあお尻を置いてください。抱えていきましょう。あー、よしよし、今日も頑張ったな、この生き返りが変わるよ、偉かったねって言ってあげてくださいね。お疲れ様でした。今日も頑張りましたね。この1回があなたの骨盤底筋をしなやかに強くしてくれます。そこからエネルギッシュに美しい女性になっていきましょう。それではまたお会いしましょう。